くの一言言いたい。今回は葬儀についてお話ししたいなと思います。やっぱり私も50を超えたら友達の旦那さんが亡くなったとか、まあ、もちろんね親が亡くなった、私の父親も亡くなりました。だんだんこう就活終わりの活ね、就活が身近になってくるんです。葬儀とかが身近になってくるんです。いろいろね考えさせれること結構あります。私の友達なんかでは、私死んだ時になんかいろいろ見つかったら嫌やから、まあ、断捨離捨てていく、これは結構流行ってます。ある友達に言わせると、もうそんなんしてる時間がもったいないと、もうあとは私が死んだとなんかどうでも我慢で、もう遺品整理でもう金捨てようが何しようが、もう私が死んだとみたいに何がバレても我慢へんとか言って、で開き直ってる友達もいてます。私もどっちかというとそれに近いのかもしれない。もう開けてない箱どうしようと思え、遺品整理でええわぐらい。ただこういう情報をみんなやっぱ交換し合うんですよね。就活してるとか、もうどうするとか。でそんな中で最近私たちの周りでちょっと話題になってるのがお墓なの。そうやれればせんと。今私の母親は元気なんですけど、うちの母親が亡くなったら、私おばあちゃんおじいちゃんの墓の場所分かれへんで、さすがに父親のお墓は分かります。しかもうちの父親のお墓は弟たちが奈良に作ったんで、もうそんな遠い石川県とか滋賀県とかに行くよりも作ったんで分かるんですけど、うちおばあちゃんとかおじいちゃんのお墓って石川県にあったり滋賀県にあったりするんです。で昔のお墓ってこの綺麗に公園墓地じゃないじゃないですか。母親はなんかこの3つ目の水道曲がってこう言ってこう言ってあんねんって言うねんけど、あれこれ自分一人では行かれへんわと、もうちゃんと母が元気な間できちっとお墓の場所聞いとかなあかんわ。で子供がいない友達とか、それからもう遠いとこのお墓でお参りできない友達はやっぱり墓じまいって言うんです。しだしたんです。いや墓じまいってどないしてすんの。私の友達も、いやそんなのやるまで知らんかったって。で過去帳ってのあるらしい。で過去帳に一回魂を入れてお墓しまうねと、まあ、そんな知らんかったわ。やっぱりみんなお墓建てるの高いし、で自分も子供いてへんし、まあ、私の代で終わりやし、仏壇置くとこあらへんし、言うてるメンバー結構いる。そんなメンバーどうしてんの。いや大谷さんなって、最近送骨っての送る方で取れ、送骨何それ。いやお寺に送ったら永代供養してくれんねん。それもだいたい3万ぐらいでいらっしゃるんです。安いところはなんか2万ぐらいで、骨送骨お寺に直送、そうそうそう、どないして送るの。 U パックらしい。U パックで骨を送ったら永代供養してくれんのか、便利な時代になったと喜んでええのかどうなんか。うち娘2人いんねんけど、絶対うちの娘2人とも、お父さんとお母さん亡くなった、ちゃんといいお墓建てたろ、絶対そんなしようらしい娘2人じゃないんで、絶対そうことされそうやなと。それとも最初からここにU パックのここに送ってってやってた方がええかもしれへんなって。でちょっと葬儀のことがいろいろ気になりだしたんで、葬儀屋やってる友達からいろいろ情報聞いてみよう。ねえねえねえって、最近送骨とかってあるらしいな。そうなんですよ、ダニさん。ね、もう送骨してまうから葬儀もあげてくれないんです。で葬儀も家族葬パックとか、もう特にコロナで大きな葬儀しない、法事もしない、初七日とかね、してくれへんから、だんだんパッケージが安くなってきたんです。もう家族葬7万とか8万でできますよとかってだんだんするんで、もう僕らもう商売上がったりなんです。葬儀屋さんも大変やねんね。昔やったら葬儀屋さんの言いなりやったのにって、まあでもそれでもさ、うちの母親は葬儀結構立派にしたんです。なんでかって言ったら、やっぱり お父ちゃんが生きてきて証やから、悔いのない葬式にしたいって。私らもね、もう お母ちゃんとお父ちゃんが貯めたお金やし、もう好きにしたらええやんって言ってね。まあ、うちは開業医だったんで、患者さんがね、皆さん本当に来てくださって、まあ、コロナ禍の前っていうこともあったんで、たくさんの方に来てもらったんですけど、
うちの母親はやっぱりお父ちゃんが生きてきたっていうことをしっかりみんなに刻みたい。だけど一方でそうやって総骨U パックで骨送られるんか、お墓を建ててもらわれへんのか。せやけど確かに墓盛りする人がいないんであれば総骨して永代供養してもらうのも一つかな、いろいろ考えされる。またその葬儀屋の友達が言うんです。いや大谷さんね、本当に生涯上がったりやと思ったのはね、僕何がショックやったかって、アマゾンで棺桶売られてるのを見たことです。アマゾンで棺桶売ってんのって。いやそれがね2万円ぐらいで、なんかちょっと私も気になるから、ちょっとアマゾン棺桶って言ったらほんまいっぱい出てくるんです。でなんか折りたたみ式とかね、私ついつい聞いたんです、その掃除機屋の友達に。なあなあって、この2万円の棺桶と何万もする棺桶とに差あるんですかって。私よく聞いてくれました。焼け具合が違うんですとかほんまかいなとかって言いながら、でもね、あそうか、もうそういう時代になったんだってことを、もう何が言われてるそういう時代になったんだってことにびっくりしたんですけど、なんか葬儀屋さんの面白い情報とかある。じゃあ大谷さん、遺体ホテルって知ってます？え、何それ？いやもう本当に今日本高齢社会でやっぱり亡くなっていくお年寄り多い、もうそれはわかる。そうすると火葬場ってガンガン焼けるわけじゃないんで、やっぱり火葬場待ちっていうのが結構あるんです。で夏場とかだったら腐敗とかするとダメなんで、その遺体ホテル、ネットで聞いたら遺体ホテル、こう遺体かねか、で遺体をちゃんと ホテルに預かっていただいて火葬場に行く順番待つっていうね、これも時代なんだなっていうね、なんか今の時代っていうのをすごい感じさせてもらったんですけど、で、まあ、ただ棺桶の話ですごい私印象に残ってる話があるんです。それは仙台の葬儀屋さんが書かれた本を読ませていただいたんですけど、もう本当に素晴らしい葬儀屋さんの社長で、ただその社長の本を読んだ時にえっと思ったのは、東日本大震災が起こった時、情報が社長に入ってきました。これかなりの方が亡くなるよ。その時に一番最初にその社長がやったのは、全国の取引先に連絡して棺桶集めた、棺桶何千用意してくれ。でそこに書いた、こんな時でも商売かと皆さん思うかもしれないと。だけどもう絶対たくさんの人が亡くなったっていうのは分かった。じゃあ棺桶が手配できなかったら僕たちは仕事ができない、僕たちが棺桶手配できひんかったら絶対日本全国の葬儀屋さんが商売にやってくる、なんで地元の人の葬儀を地元の人間ができひんねんで、こんな悔しいことはない、だから最初に棺桶集めたんだっていうことが本に書かれて、商売じゃなくって棺桶集めるっていうことがやっぱり地元で生きてきた人間にとって地元の人間が葬儀するってことがどんだけ大事なことなのかっていうのも、ああそういう世界なんだなっていうのを感じさせてもらったんですけれども、何よりも私も含めて人間はみんないつか亡くなるんです。じゃ自分の葬式どんな風にしてほしいのか、自分の就活どうにしていかなきゃいけないのか、ちょっと考える機会も大事だな、私も考えてみようと思いつつ、いやいやいや120までまだまだ生きるぞと誓った私です。今日も目の付けどころが楽しかったと思った方はいいねボタンを押していただきたいなと思います。またご意見等ある方はこの国民うさぎまでよろしくお願いします。